回はフランクドライブプラスについて、ね、ご説明させていただきます。従来のですねオープンエンドですと、実際にボルトにトルクをかけた時にグーッと力をかけていく、ちょっとここを見ていただけると分かると思うんですけども、角にどうしても力が入っていく。でフランクドライブプラスが施工されているオープンエンドですと、ボルトをレンチで回した時にボルトの角を捉えてないのが分かっていただけますかね。でこれにおいて、ボルトの角を捉えないイコールボルトを痛めづらく、なおかつトルクが最大 62% まで、ね、多くかけられる、これがフランクドライブプラスでございます。はい、では実際にですねフランクドライブプラスの、ね、威力というのをこれでご覧にいただきたいと思うんですけども、ぐーっとこれ、力を入れていくと今滑りました。こちらがですね通常のオープンエンドレンチ、こちら耐えた方がフランクドライブプラスで、フランクドライブプラスですとね多少ボルトに傷がつく可能性がありますので、まあ、ボルトに傷をつけたくない、ものに関しましてはこちらの、普通のオープンエンドレンチを使ってください。